説利休になった日第59話前回までのあらすじです。ふと目覚めると千利休になっていた。ここは1590年の京都。平成時代から何人もの人がこちらに来ているという。千利休になっていつか細川邸で牛車で前を習う。飲みやすくておいしい牛車を何杯も立て何杯も飲んだ。牛車で前で今日の授業は終わり。細川邸を後にする。帰宅途中なぜか騒音に出会う。 夜遅くに不用心だな今日のおまけは有名な片付き茶いれについてです第1章千利休としての船出第6節お手前と墨手前第6の1節千騒音とお銀翌朝千家で茶道の練習を行うこととなった午前中は細川と小茶を練り何度か茶を立てては2人で飲み味の良し悪しを語った 昼になり、ウンは細川と私2人分の食事を運んできた細川は少し不思議そうな様子で食事をしていたウンが台所へ下がり私と2人きりになると細川は小声で話しかけてきた細川ウン殿は以前と味付けが変わりましたね何か心境の変化でもあったのでしょうか私どうもウンとは険悪なムードです 家庭内別居の状態で食事中も無言、正直息苦しいです。今日は細川家で保護している小銀の剣を層に話さないといけないのですが、このままだと切り出しにくいです。なんとかなりませんか細か、なるほど。原因は夫婦間のもつれでしたか。食事の味がかなり落ちていましたので。 大抵は男の方が悪いものなのですが、以前の利休殿が原因だとすると、皆目見当もつきませんね。それと、お銀殿の件は私から切り出しましょう。孫ン殿を呼んでください。私、よろしくお願いいたします。では、ソンを呼んできます。私は台所で洗い物をしているソンに話しかけた。私、孫ン、細川殿から大事なお話があります。部屋まで来てもらえますかソン、すぐ伺います。 山で騒音と無言で歩き、騒音とともに細川の前に座った私、細川殿の大事な話をお願いいたします。まさか、実は騒音度の堺にいたお二人の娘、お銀殿が自殺しようとされ、私の妻玉子に救出されました。そうえ、今なんと私自殺未遂です。 夫、炎上坊宗縁殿との中に嫌気がさしたためだそうです。宗ン、そんな、それで今どこに細川、京都の細川邸にかくまっています。そこで提案なのですが、もしよろしければ、しばらく細川邸でお預かりしてもよいでしょうか。炎上坊宗縁殿が京都に来た場合も、細川邸なら安全です。利休殿も宗恩殿も、 お銀殿は見かけていない、堺にいるはずと言っていただければ良いのですから。私私は細川殿の行為に賛成ですが、遭はどうですか遭遇、細川殿、お申し出本当にありがとうございます。ですが、一目、お銀に会いたいのですが、よろしいですか細川、もちろんです。ただ、自殺未遂の結果、少々精神に傷を負ってしまったようです。 利休殿と会っても上の空でした。そのあたりはご承知おきください。孫恩、いえ、生きていただけでもよいのです。それと、玉子様には何とお礼を言ってよいか、娘の命を救っていただき、本当にありがとうございました。あそか、それはたまに直接言ってください。利休殿と孫恩殿がよろしければ、この後すぐにでもお銀殿に会っていただこうかと思いますが、どうでしょう。私、孫恩、どうしますか孫恩、 お願い,いたします私私はすぐにでも出発できますがうは台所の片付け中でしたねう少しお時間をいただければ出発できますさすがではソン殿の準備が整い次第まいりましょううありがとうございます孫ンの準備が整い3人で細川邸に向かった細川邸では細川たまこがすぐ出迎えてくれたたまこ ようこそお越しくださいました、利休様、孫恩様。お銀様は奥の部屋にいらっしゃいます。どうぞこちらへ。私、お邪魔いたします。孫、た玉子様、ま、娘の命を救っていただき、本当にありがとうございます。まして、かくまっていただけるなんて、本当に、本当にありがとうございます。深々と頭を下げ、泣いている孫に。 細川、珠子が近づき、両肩に腕を伸ばした。玉子、い,いえ、つらいのは宋音様とお銀様。私にはこのくらいしかお手伝いできません。細川、リキュード殿、先に入りましょう。たま、宋音殿、よろしくお願いいたします。玉子、はい、あなた。奥の部屋にはお銀が座っていた。お銀、利休様、い,いえ、お父様。 こちらままでごごいいただきありがとうございます。お母様はどちらに私、今外で泣いています。玉子殿にお任せしてきました。もう少ししたら来ると思います。まさか、孫恩殿には予定通り精神的な傷を負ったことにしています。昨日言った通り、り、ーン殿の質問には無理に答えようとせず、私や利休殿に話を振ってください。私、私にも話題が振られるのですね。なんだか緊張してきました。 と何を言ってるんですか、李久殿。関白様とも対等に渡り合うこんなところでおじけづいていたら大変ですよ。私、そうですね。うわ、だめだ。手が震えてきた。お銀、お父様、頑張って。私、はい、頑張ります。なんとなく和やかな雰囲気のところに孫が涙目で現れた。孫、ああ、お銀、大きくなって、大丈夫でしたか 怪我はありませんでしたかつらかったでしょうに。お議員、お母様、お久しゅうございます。お元気そうで何よりです。そう、皆様、申し訳ありません。少々取り乱してしまったようで。細川、家気にしないでよいですよ。感動の再会を邪魔するほど、不遂ではありませんので。私、そう、とりあえず、落ち着いて座ってください。そう、そうですね、そうさせていただきます。細川、 たま、何か飲み物を出してくれませんかそうですね、今井戸の水が良いでしょう。たまこ、かしこまりました。ただいまお持ちいたします。たまこが出ていくと、ソーンが早速私に質問してきた。ソーン、利休様、いつお銀のことを知ったんですかなぜ昨晩は黙っていたんですか私、お銀のことを知ったのは昨日です。昨晩は言い出しにくかったから黙っていました。今日は細川ドのことが、 来ることになっていましたので、細川殿の口から言っていただくのが一番だと思いました。悪いですかそう、い,いえ、ただ大切な娘の安否を平然と黙っていたなんて。私、ごめんなさい。そう、お銀、ん、たま様にわがままを言ってはいけませんよ。お銀、はい、お母様。たまこが水を持って部屋に入り、全員の前に置いてから、そに向かって話しかけた。たまこ。 様は大切な娘様をお預かりいたします。何なりとご要望を言ってください。い,いえ、すべて玉子様にお任せいたします。何とぞよろしくお願いいたします。私私からもよろしくお願いいたします。たまとのたま承知いたしました。りき様、ソン様、そしてお銀様、お銀、はい、よろしくお願いいたします。 その後、取り留めのない話が続き、警戒していたようなお銀に関する突っ込んだ話題は出てこなかった。まさか。では、利休殿。この後よろしければ佐藤のご指導をお願いできますかな私、わかりました。そう、先に家に帰ってもらってよいですか。夕飯までには戻りますので。そう、はい、わかりました。では、失礼いたします。お銀。くれぐれも迷惑をかけないようにしてくださいね。お銀。 お母様。ソーンが帰ると、私とお銀は一気にリラックスし始めた。私、はあ、緊張した。ソ音ンといると息苦しささえ覚えます。どうにかならないものでしょうかね。細そか、夫婦間の問題は夫婦で解決しないといけないですからね。お銀、たまこ様今日のお夕飯は何ですか私、お腹が空きました。たま 利休様とお銀様は似ていますねソ宗ン様の前で緊張するところといいその後の気の抜け方といい細川お二人とも疲れたでしょうまずは食事にしましょうかお銀はーい私はーい、えー、今日のおまけは有名な型付き茶入れについてです右の方に並べてみましたけれども基本的に名のある型付きを並べています この中で一番有名なのが一番下に3つある「天下三大片付」というものです。えー「新田片付」「初花」「奈良芝型片付」です。でこの「天下三大片付」の他に有名なものもいくつかありますので並べています。でその縦分けなんですけれども「大名物」「名物」「中高名物」というふうに分かれています。 でそれぞれ、まあ、時代が違うと言ったらいいんでしょうかね、離宮時代の以前のもの、これは主に東山文化、室町時代の足利義政将軍の時代の名品を大名物と言います、そして離宮時代、安土桃山時代ですね、その時代の名品を名物と言います、主に唐物が多いです、そして中古名物。 これは小堀演,演習という人は、利休のお孫さん、千相談が1578年生まれで、小堀演習が1579年生まれ、要は1年、1歳違うだけですね。なので、ちょうど利休のお孫さんの世代のもの、そこで名のあるものになります。 それを中古名物と言うんですがまず中古名物という言葉自体はこの時代小堀恵氏の時代に付けられたものではありません、えー、古今名物類重という本を、えー、松平ふまえという人が出すんですけれどもその松平ふまえが1751年それから200年近く先の時代ですね江戸時代中期 に活躍された方なんですけれどもこの時代に基本的には中古名物という名になっていますそれから右の方の片付きの一覧表を見ていただきたいんですけれども、えー、これに関しては、まあ、名物、大名物ぐらいしか書いてないんですけれどもどんなものかっていうのがちょっと載せきれなかったので。 名称だけになっていますでこの中で、そうですね、楢葉片付きぐらい説明した方がいいでしょうかね。楢、え、葉、ー、片付きですけども、天下三大片付きと呼ばれたものです。で釉薬が濃い飴色で、これを濃い、濃いするということですね。ののにかけて万葉集の お借りする狩場の小野の鳴らし場のナンジャーマサで小されるの歌にちなみこの名にされたそうです。もう一つぐらい説明しましょうかね。そうですね。うんそうですね。えー、セイタカタツキというのが真ん中ら辺というか下から6番目にありますね。それの名物 艦、えー、作からもの片付き茶入れなんですけども銅が細身で背が高く見えることから背高というふうに当てているそうですもともと山岡総務という人が、えー、所持していたんですけども織田信長がその後所持して本能寺,で辺本能寺の変ですねそこで、えー、火事に見舞われるそうですその後古田織部が繕ったそうですで幕末に えまでそうですね幕末まで残って現在に至るということです、えー、次回第6の2節細川家の蔵」ですお楽しみに。